願いします。じゃあ打ち合わせしちゃいましょうか。どうなったか。あ、私行きます。リンクたちは楽屋で準備してて。はい。楽屋こっち。まあ楽屋って言っても一つしかないからうちらと共同なんだけど、なんで貴重品はそっちで管理してもらう感じで。はい、承知いたしました。ほらリンク、行くわよ。うん。あ、私ステージ見ててもいい？あ、はい。まあ、全然こっちは大丈夫的な感じだけど。じゃあ私たち先行くけど、リンク、変なことしないでよ。変なことなんてしないよ。なんて愛想笑いしてみたけど。わかる。アイモとリンク何するかわからないの、わかる。アイモトが何を見ているかなんてわからない。私からしたら見慣れたしょぼい犬小屋のステージも、あるいは何か素敵なものに見えているのかもしれない。ドッグハウス初めて来たけどすごいね。スピーカーすっごく大きいし。そう、それはどうも。シーカがお礼言うの変じゃない？シーカのじゃなくない？いいでしょ別に、ほぼ実家だし。実家って、まあ私も褒められて嫌な気はしないけど。開演ギリギリまでドリンカーの客をさばいて舞台袖に滑り込む。ひょいと顔を覗かせてみれば、フロアいっぱいに観客がひしめき合っていた。すっごー、満員なんて初めて見た。私ももちろん私もだよ。ベルもなの？こんな箱潰れて当たり前なんだよな。なんて話していると、ひそやかだったざわめきが短足交じりの大きなどよめきに変わる。暗転板付きとは言うけれど、淡く灯る照明にスタンバイしている彼女たちの姿がぼんやり浮かび上がっていた。こんばんは、ハッピーアラウンドです。おー、離れ感半端ないな。 MC も仕上がりすぎだろ。相本の小ボケに明石が突っ込めばフロアに笑いがこぼれる。アングラな犬小屋には似つかわしくない和やかな雰囲気が漂っている。それが一音で変わった。結構やるじゃん。いや、めっちゃ震え声だし。ハピアラのライブが盛り上がるのは当然。セトリの組み方、パフォーマンス、個々のキャラクター性、全部含めて楽しげな雰囲気作りがうまい。真ん中の人そこまで考えてないと思うよ。素でしょ？素で楽しいハッピーキラキラやってんでしょ？どうだろう。相本さんは知らんけど、DJ の子はかなり考えてコントロールしてるっぽい気がする。明石真帆だけじゃない、メンバー全員フロアと自分たちがちゃんと見えてる。わかる気がする。ハピアラってパッと見は天然っぽいけど、かなりお客さんのこと考えてるよね。どっちでもいいよ、何したってキラキラだよ。考えてないやつはキラキラだ、考えてるやつは訓練されたキラキラだ。あれを見てそう言えるエミは根性ある。そういうのひがみ根性って言うんだよ。ひがむとか妬むとかそういう対象にならないでしょ普通に。うちらとは別物すぎるし。そうだよ、
別物っていうか別事件だよ。物販の売れ行きも半端じゃないよ。桁が違う。銭がすごい。銭言うな。あと銀コインみたいな札束の数え方もやめて。指舐めるな指。見栄えが悪いよ見栄えが。あ、てか私たちのグッズは？ステッカーとか平物いくつか作ったけど全然売れないからハピアラのグッズにおまけでくっつけてセット売りしてなんとかはけてる感じ。抱き合わせ商法、法的に大丈夫なのそれ？公正取引委員会とか来たりしない？あくまでおまけだから、優勝得点だから。ベルはゼニが絡むと私よりよっぽどクズなんだよな。大丈夫、ハピアラのお客はそんな細かいこと気にしてない。まあ確かにこのライブ見れただけで満足って感じあるよね。犬小屋箱が小さいからフロアとステージ近いし。それある。ありがとうございました。ハッピーアラウンドでした。よし、じゃ行きますか。エイミ、準備大丈夫そう？もうそろ出たいんだけど。ちょい待ち、今伊達ちゃん先輩気持ち作ってるから。俳優が言うやつ。まあ作り方がちょっとあれだけど。なるべく急ぐね。と言いつつもクレカで丹念に砂糖をより分け、ドル札を丁寧にくるくる巻く伊達ちゃん先輩。そしていつもの。まあ気合い入れるときは糖分入れた方がねいいもんね。頭回るっていうか、エナドリもカフェインと糖分が主成分だし健全健全。はあ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 、見えてきた。来てる。来そう。わかった、見えた。持ち帰ってこれた。はい、パイセンはこれでオッケー。何がオッケーなのか全然わかんないけど。うん、ベルはもう行けそう？もうちょっと待って、インカムでお父さんに一杯入れる。あ、ベルです。サービスドリンク残数ゼロなんでドリンク閉めました。もう袖ついちゃうんであとよろしくです。はい、じゃあインカム外します。お待たせー。フライヤーにつけた絵の取りとフード、順調にハゲてんだね。うん、なんか無料でもらうの申し訳ないからってもう一杯買ってくれる人とかもいるよ。おかげで赤字にはならなそう。これよこれ、これが偏方性の原理よ。勝ったな。さっきまでめっちゃ声震えてたけどね。それはあれだから、むしゃぶり的なやつだから。勝ちたくて勝ちたくて震えてただけだから。もう落ち着いたよ、条件はクリアしたからね。条件？そう、偏方性の原理と心筋効果の二段構えだよ。また勝ってしまったか。敗北を知りたい。私たち敗北しか知らないんだけど、っていうか心筋効果って何？ざっくり言うと、最後に提示された情報の方が印象に残りやすい的なことかな。知らんけど、料理漫画でも後出しが圧倒的有利じゃん。な感じ。説明雑すぎでしょ。まあエイミらしいけど。それもまたエイミらしさだね。初等効果もアンカリング効果もバンドワゴン効果も分かってるのに、すがすがしいくらい無視してるのがエイミらしい。やめてやめて、それほんと考えないようにしてるんだから。てか決めると急に IQ 上がるな、この人。ブドウ糖万能すぎるでしょ。じゃあ行こっか。暗転板付き、薄暗がりの見慣れたステージけど、キラキラの一滴がそこかしこに散りばめられて、
小さい箱にはまだ熱がわだかまっていた。いつもは客なんて全然いなくて、誰も私を見てなくて、気楽に気ままにわがままに、バースもフックもなんとなく、リリック全部やっつけで、息吐くように嘘ついて。けど、今日は違う。満員の客が全員私を見てる。あの時と同じだな。なんて思っていると、ビートが鳴って、スポットライトが跳ね回り、キラキラが私に降り注ぐ。あ、バッドシニック道具です。よろしくどうぞ。余韻、余熱、余波。彼女たちの残響が少しでもとどまっている間にと、MC もそこそこに、すぐさま次のビートをドロップ。シーカ、よろしく。わかってる。ベル、適当に合わせて。うん。ハピアラが盛り上げた余韻もあって、客の反応は上々。伊達ちゃん先輩がシュメロを歌う間、狭いステージを回って、私はシーカの隣へゆっくり歩く。なんか今日結構良さげじゃない？わかる。いつもより反応いい。リアクションあるのめっちゃ気持ちいい。いつもと同じことやってるんだけど。ハピアラが盛り上げてたからかな。いいじゃん、イケてるじゃん、勝ったのが。だよねだよね。今日のエイミちゃんかなり乗ってるし。まあ悪ノリっぽいけど、歌詞ガン無視でリリック詰めすぎ、走りすぎ、音聞けし。ちーちゃんも悪ノリしてるよ。今日手数多すぎ、合わせきれないかも。ごめん、反応いいからつい。でも思いついちゃったからしょうがないんだよね。なんとか合わせて、ごめんね。頑張るけど、頑張ってみるけど。でもこういうのちょっと久しぶりだね。エミちゃんもシーちゃんも楽しそうっていうか。そう？まあ楽しいは楽しいけど、でもやってることいつもと変わんないんだよな。ほんとそれ。そうなんだけど、雰囲気はちょっと昔みたい。ルーキーステージに出た時くらいの前向きな感じ。ま、別にそういうんじゃないけど。あれじゃん？普通に楽しいってか、ワンチャン勝てそう感が好きなだけだよ。エミ、ラップ、見せ場、戻って。おうよ、ちょっと一発かましてくるぜ。楽しいって思ったのはいつぶりだろう。いつもの前座当て馬かませ犬なライブもうちらっぽくて別に嫌いじゃないんだけど、でもライブ中に耳打ちしたり目配せしたり、そんでつい笑みがこぼれたりとかって、久しぶりな気がする。こんなのまるで誰かたちみたいで、もしかしたらってどうしても思ってしまう。もしかしたら私もって。けれどすぐに気づいてしまうんだ。曲が進むごとに落ち着きが出てきて、視野が広がって、見なくていいものが見えちゃうから。サス明かりの向こう側、ステージから見えるフロアの人影、ビートに合わせて揺れていたはずのその影は、いつしかワンテンポずれている。ゆっくり揺らす肩も、リズムを刻む膝も、どこか上の空で、全く違う、キラキラした音楽を反芻しているみたいで。
そんな幻聴が聞こえそうなくらい客の反応は鈍ってきてる。楽曲そっちのけで話をする者、スマホに目を落とす者、申し訳程度に肩を揺らすクラスメイト、そっと帰る人たち。前と同じ。私にはつなぎ止めるための何かが足りない。フローが乗らない。バースが決まらない。パンチラインが響かない。これやばいやつだ。全然音拾えない。ライム踏めてない。離陸完全に飛んだ。やばいやばい。は？ちょ、あいつ何なの急に。伊達ちゃんさすがだよ。ナイスフォロー。ていうかエイミはさっきまで調子良かったのに、なんで急に外すの。エイミちゃんもシーちゃんもかかりすぎかも。どこかで落ち着かせて仕切り直した方が。あーごめん、それ無理。今日めっちゃ調子いいから勢い落とせない。え、逆に手数増やした方がノリでごまけると思う。アドリブめっちゃ入れるから適当に合わせて。頑張る。あんなに輝いていたはずのキラキラの残滓はいつの間にか一滴も残らずに消え失せていた。ハッピーアラウンドとア・バッドシニックドッコの対バン、その結果は、いや普通に負けるじゃん。それも 100-0 の完封負けじゃん。それはそうでしょう。勝てる要素一つもなかったし。ボロボロだったね。エイミちゃんもシーちゃんも私も。はい、ごめんなさい。なんかお客の反応めっちゃ気になってめっちゃ崩れた。対バンだからいつもより注目されてた感あったしね。私もなんかめっちゃはしゃいだ。やらかしたな。いくらやっても客がわかるわけないのに。しゃあない、切り替えてこ。それな。まあ分かってたしね。えとかやばくない？うちら負けてるんだけど。ほんとそれ素でやばい。笑うしかないでしょう。え、やば、どうしよう。犬小屋なくなる。普通にやだ。どうしようもないことだけど、改めて突きつけられるとちょっと辛いね。あ、はーい。お話し中にごめんなさい。出る準備できたのでそろそろ失礼しようかなと。お疲れ様でした。ありがとうございました。あ、お疲れ様した。あー、なんていうかさすがっすね、ハッピアラさん。勉強させてもらいました。あざます。やっぱあれですね、うちらマイナーなんで全然あれで、ほんとあれだったと思うんですけど。そんなことないよ、すごかったよ。すごい頑張ってたのが伝わってすごくよかった。ほんとにすごいよ。リンク、語彙力。リンクさんの語彙力はいつもと変わらない気もしますが、でも私も同感です。本当に素晴らしいライブでした。ね、本当にすごかったよね。どうも。ああ、そうだった。負けるってこういうことだった。あの時もそうだった。きっと覚えてないだろうけど。いやー、やっぱハピアラすごいわ。いやー、勝てないね、これは。いやー、ね。やば、全然言葉出てこない。いやーしか言ってないわ。ありがとう。でもでもどこもすっごいかっこよかったよ。対バン声かけてもらってすっごい嬉しかった。それはどうもありがとうです。そう言ってもらえると、はい。
タクシー呼ぶ？いえいえ、全然大丈夫です。歩いて帰れるので。ここで失礼します。お疲れ様でした。お疲れ様でした。本当にありがとうございました。また一緒にライブやろうね。あ、うん、気まずい沈黙。いや、気まずいのは私たちだけだけど、ハピアラに負けたせいで犬小屋なくなるんで無理なんすよとはさすがに言えないし、まあそもそも勝ってたとしても、どっこ大勝利、希望の未来へレディーゴー、犬小屋存続決定ってわけじゃ全くないんだけど。ああ、もうぜひぜひ、犬小屋に限らずまた機会あればぜひ。うん、じゃあお疲れ様でした。お先失礼します。またね。お疲れ様でした。したあ、なんか今になって負けた感がめっちゃ出てきた。今更じゃない？人気と知名度で言ったら最初から勝負になってないし、音楽については別に負けてないと思うけど。まあ今日の出来はちょっとあれだったからあれだけど。ベル、ごめんね。いや、うまくいく気がしてたんだけどな。いいんだよ、全然。しょうがないっていうか。店長、あの、すいません。なんか負けちゃって。そうですか。そうだよ、私も初めて見たよ、満員の犬小屋。初めてすぎて全然お客さんさばけなかったくらいだし。確かにハピアラのお客治安いいから助かったよね。厄介が全然いないの、めっちゃ快適。犬小屋を盛り上げることが目的だったからこれでいいですかね。でもそれは私たちの力じゃない。全員ハピアラの客だ。私たちがステージに立つ意味なんてどこにもなかった。だったら私たちは何のためにいるんだろう。楽しかった。犬小屋いいクラブだね。うん、だから残念だね。すごく感じのいい箱なのに閉めちゃうなんて。そうなの？なんで？そんなの考えればわかるでしょ？流行りのジャンルじゃないし、見るからにコアな客層しかついてないじゃない。気軽に入りづらい雰囲気はありますよね。その分随所にこだわりを感じますが。あ、ねえ、音響とかすごい良かったよね。この規模の箱であんなにすごいスピーカーは初めて見たな。えぐいくらい低音出てたよね。うん、あのごっついスピーカー。そうそう、曲もそれを活かしてて面白かったよね。ターンテーブリズムもかっこよかったし。はい、それだけに残念ですね。私たちに何かできることってないのかな。あ、学校行きたくね。おはよう。早いね。おー、シェイカーベル、おはよう。おはよう。焙煎今日早いっすね。寝てないだけ。エイミはどうしたの？イートインスペース座り込んで。いや、学校行きづらくて、クラスの人とどんな顔して会えばいいんだ。普通でいいんじゃないの？ハピアラ目当ての人たちでしょ。ハピアラ見れただけで満足なんじゃん？知らないけど。
そんなに気にしなくていいんじゃないかな。だよね。みんなうちらが負けて当然って思ってるんだもんね。そもそもうちら自身がそうなわけだし。そういうわけじゃないけど。あ、やば。感じ悪い言い方だったな、今の。まあ、あれじゃ。なんだかんだ話題にはなったし、かませ犬としては結構頑張ったよね、うちら。一発かませてやれたとは思う。なんか意味違う気がするけど。あー、めっちゃだる。いっそサボって犬小屋で働いてるのもありかな。ダメだよ。犬小屋今仕事全然ないから、さすがにお給料出せない。咎める方向そっちで大丈夫そう？サボりを責めなくて平気？いや、まあ給料とかあんまり気にしてないんだけどね。気にしているのはもっと別のこと。犬小屋がなくなったら私たちはどうするんだろう。別にここでしか活動できないってわけじゃない。今までと変わらず、ゆるっとぬるっと続けるのかもしれない。でも、引け目とか、負い目とか感じながら、なんとなく気まずくなって自然消滅していく気がする。詳しいんだ、私は。これまでの人間関係大体そう。だから、それを少しでも先延ばしにするために。ま、やることあったら言って。シフトなくても普通に行くし。ありがとう。ごめんね。いいよ、どうせ暇だから。さて、そろそろ学校行くか。うだうだだらだら歩いていたせいで、チャイムギリギリ教室に駆け込む羽目になってしまった。ふーっと一息ついて席に座ると、肩口をトンと叩かれた。見ればウキウキ顔のニャカワさんとニャヤマさん。昨日の今日で気まずーとか思う間もなく、二人は怒涛の勢いで話しかけてきた。ああ見に来てくれてありがとう。まあ、バッチリやらかした上に気持ちよーく負けてしまったんですけれども。SNS そっと差し出されるニャカワさんのスマホ。その画面には愛元リンクのつぶやきが表示されていた。最高に楽しかった、みんなありがとう。愛元らしい明朗にして明快なライブの感想と感謝の言葉、そして末尾に添えられたハッシュタグ、ドッグハウス最高楽しい、みんなで犬小屋を盛り上げよう、ドッグハウスも一緒にハッピーアラウンド。はい、ドッグハウスです。お電話ありがとうございます。はい。あー、今スケジュールがちょっと。はい、確認して折り返しご連絡差し上げます。すいません。すっご、今日一緒電話鳴ってるじゃん。忙しい忙しい。あ、エミちゃんごめん、シフト増やしていい？あ、うん、いいけど。めっちゃ微妙な表情してるじゃん。まあ気持ちはわかるけど。ごめんね、思ってたのとは違う形になっちゃったけど。いやー、いいよ。本当にごめんね。今抱えてる仕事こなしたらちゃんと話すから。うん。で、ベルは今何の仕事してるの？予約問い合わせの対応。お断りのメールなんかしたことないから困るよ。なんて書けばいいのこれ。予約断るとかマジで忙しいやつじゃん。
取材を断りなラーメン屋さんの気持ちが初めてわかったよ。今の状況じゃお店回せない。エミ代わりに書いてあげなよ、そういうの得意じゃん、適当書くやつ。んな言われ方してやる気になるやついる？よし、私に任せろ。恐ろしく早い手のひら返し、私でなきゃ見逃しちゃうね。よし、書けた。あ、どんなの？株式会社ドッグハウス採用担当の別所と申します。この度は弊社にご応募いただき誠にありがとうございました。慎重に選考しましたところ、誠に残念ではございますが、今回はご期待に添いかねる結果となりました。大変申し訳ございませんが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。末筆ではございますが、これからのご活躍を心よりお祈り申し上げます。よし。よしじゃないでしょ、なんか違くない？それお祈りメール、怖い、お祈り怖い。ほら、伊達ちゃんフラバったじゃん。高校生お祈りメールにビビらなくない？さてはこの人、トリプってるところの騒ぎじゃねえな。みんなごめん、夜暇ならこのまま入ってもらっていい？犬小屋実際に見てみたいって人が結構来るんだよ。マジか、じゃあ私 PA やる。照明やる、演出もお任せあれ。よし、じゃあ私はエグゼクティブプロデューサーを。エミちゃんは一生ドリンカーハマってて。ねえ、私も楽でかっこよくてそれっぽいクリエイティブ系の仕事をしたいんだが。エミちゃん、楽しい仕事はあっても楽な仕事は一つもないんだよ。プロデューサーが楽なんて大間違いだよ。時間に追われて上にも下にも横にもいろいろ言われながら、どこからか大量のお金を引っ張ってくる過酷な仕事なんだよ。か弱い少女の夢を潰す正論パンチやめて。犬小屋は盛況だった。愛もとリンクの呼びかけはあっという間に広がって、連日予約でいっぱい。もしかしたらこれで犬小屋は持ち直すかもしれない。私たちではできなかったことが彼女にはできる。私が SNS で呼びかけても誰も反応しなかっただろう。この世界で私の声は届かない。私の言葉は意味がない。彼女みたいなキラキラした存在だけがこの世界を動かしている。あの時と同じように。これが D4 フェス。うわ、人いすぎじゃん。ルーキーステージはあっちかな。逆、こっち。じゃ、ちょっくらかましてきますか。私たちマッドドッグの音楽で。とりあえずメインステージ見に来たけど、いやこれ普通にやばいな。フェスじゃん、ガチのフェスじゃん。人いすぎでしょ。言うて私たちルーキーステージだからあんま関係ないけどね。でもサブステージも普通に大きいよ。犬小屋とは桁違い。このイベントいくらかかってるんだろう。8年ぶりの復活だから気合入ってる。 MC も豪華。おー、ほんとだ、すごーい。スカレナの風マナだ。ギャラいくら払ったんだろう。こいつ金の話しかしないな。エーミ、ちょっと静かにして、出演順聞こえない。あ、いや私らメインステージ関係ないんじゃ。6日目か。これタイムテーブル出てないのかな。この運命ほんまつっかい。はいはい、あれね、ピキね。はい。何？そうなの？ あちゃー。ん？なんかあったっぽい。あっと、いけない。ごめんね、みんな。びっくりさせちゃって。実は、6日目出演予定だったユニットが一組、諸事情で出られなくなりそうです。みんな、驚かせちゃってごめんなさい。
そしてここでさらにびっくりなお知らせです。なんと今回は特別にルーキーステージの優勝者に6日目のメイン出演権を与えることを委員会が決定しました。その名もチャレンジステージ。つまり一生勝てばメインステージ出れるってこと？大体合ってる。やば、6日目でしょ、ピキと同じステージ立つの。え、無理なんだけど。ゼロ距離山手京子とか無理すぎる。何の心配してんだこいつ。その場合滞在費どうなるんだろう。阿川島から全部あっち持ちなのかな。ベルも連れてるんだよな。やる気があるのはいいこと。それな、もしかしたらもしかしちゃうかもしれないし。なんかめっちゃやる気出てきた。一発かましたりますか。とか思ってたけど、まあどこのユニットもやる気ですよね。右を見ても左を見てもどいつもこいつもやる気しかない。D4 フェスは DJ の祭典、国内最大のイベント。この結果が人生を左右することだって当然ある。これに命を懸けている人がいて当たり前。楽屋に渦巻く熱気に当てられて私も思ってしまう。私たちだってもしかしたら。あ、次ハピアラだ。ハピアラ誰？はあ、なんで知らないの。昼休み一生流れてるじゃん。サンセットステージでもめっちゃ注目されてたし、ピキピキ追ってたら普通にわかるでしょ。しーちゃんの基準はいつもピキピキだよね。ハッピーアラ、ハッピーアラウンドは妖馬学園のユニット。技術的には荒削りだけど楽しい雰囲気作りに定評がある。詳しいな、ダテペディア先輩。いや、私もハピアラのことは普通に知ってるけど、こういう時はとりあえず知らない誰って言えばお手軽にマウント取れるんだよ。そういうポーズだよ。無知を晒すことがマウントになるの不思議だな。出番まで時間あるし見に行く。お、ちょっと行ってみるか。みんな盛り上がってる。さっきの覚えてるよね。行くよ、ハッピーアラウンド。へえ、すごい、めっちゃ盛り上がってる。 MC の曲煽りも自然だし勢いあんね。初日でコーレスの形できてるの普通に強い。ハッピーアラはついてる客が濃い。オーディション落選からの出場にもドラマ性がある。コネでねじ込んでもらった私たちとは全然違うね。ほんとキラキラしてるユニットだな。めっちゃ応援されてみんなから愛されて、これがキラキラユニット。おー、ありがとうですぞ。明日もよろしくですぞ。初日負けか。まあしょうがないね。ああいうキラキラが輝く場所なんだろうし。ほんとそれ。まあ変わり種ってことでねじ込んでもらっただけだし、アングラな音楽が評価される場所じゃないってことだよね。うん、大きいステージ経験できただけありがたいよね。うん、次につながるいい経験。それな、確かにいい経験になったと思う。ノリで始めて勢いでユニット組んで、たまたま出場しただけ。偶然が重なって私たちはあのステージに立った。もしかしたらこれで注目されちゃったりとかは思わなかったわけじゃないけど、
まあそれくらい。そういうことにして私たちは言葉を飲み込んだけれど、そんな気持ちでいたのは多分私たちだけ。楽屋にはすすり泣く声が静かに響いていた。既視感ある光景だなぁなんて人ごとみたいに思ってた。中学最後の大会、ロッカールームであんなやりとりを見た気がする。あの時も私全然泣けなかったんだよな。悔しいとか悲しいとか思えなくて、こんなもんだよなぁって、ただため息をついただけだった。だから真剣に泣けるくらい、周りに当たり散らすくらい、真っ当に向き合えるのは少し羨ましいかもしれない。眩しいものを見た気分で私が目を細めていると、シーカの不機嫌そうな顔が視界に入った。普通に笑う。何がよ。いや、あの人たちあの出来で悔しがるとか意味わかんない。ハピアラと明らかレベル差あったの気づいてないの。あれ10年やってプロ目指してて、あれはやばいでしょ。おー、あんな差があったん？私技術的なことは全然わかんないんだけど。まあ結構差はあったね。プロだとちょっと厳しいかな。あ、でもでも趣味でやってる分には全然うまいと思う。そのフォローは心が折れるやつ。ん？ちょっと？その理屈で言うと、初日負けの私たちも普通にクソ雑魚レベルということになるのでは？ならない。音楽的っていうか、技術的にだったらうちら全然負けてないから。っていうか勝ってる。なんとかの遠吠えってやつっぽいですけど？そうでもない。客観的に見てもうちはそれなりのレベル。ただ、致命的に客受けが悪い。だからこういう場では激弱はめちゃ不利。悲しいけど、これ大会なのよね。大会っていうか、イベントだからね。一番盛り上がってたハピアラが勝ち上がるのは順当っていうか、納得だよ。うちもね、もうちょっといけるかなと思ったんだけど。まあしょうがない。ちょっと悔しいけど。別に悔しくないし、勝ち負けとかどうでもいいし。要はお祭りの人気投票っしょ。別に音楽の優劣競ってないし。それ悔しいやつしか言わないんだよな。負け惜しみっぽい。違うから。はあ、でも大きいステージでやるのは気持ちよかったから、それは普通に惜しい。もう一回くらいやりたい。それな、それは私も思った。シンプルに楽しかったな。私は音楽で飯食ってるわけじゃないし、それで生きていこうと思ってるわけじゃない。今この瞬間、好きなことを楽しんでいるだけだから、負けたことそれ自体は気にならない。まあもし勝ってたら、それはそれで気持ちよかったと思う。普通に嬉しいし喜ぶと思う。でもそれは、友達が勝手に応募しちゃってって言いつつ、オーディションに受かってデビューみたいなシンデレラストーリーを考えるのと同じ、都合のいい期待ってやつ。要するに私たちはエンジョイ勢なんだろうな。本気でやってたら多分死ぬほど悔しいんだろう。人生かけて他の全部を犠牲にして打ち込んでたら、多分それはやっぱり少しだけ羨ましいような気がする。モニターに今日のハイライト映像が流れる。敗退したユニットの面々は
すんと鼻を鳴らしながら、それをどこか恨めしそうな目で見つめていた。けれど、やがて、ぽつりと。なんだそれ。知らず知らずのうちに強く拳を握りしめていた。いや、彼女たちの会話は本心なのだと思う。心の底から健闘を称え称賛しているんだと思う。けれど私にはそらぞらしくてうすら寒くて、ひどくおぞましいおためごかしに聞こえ、恐怖すら覚えた。美しい言葉で相手を褒め、優しい言葉で自分を慰め、自分たちを綺麗な歯医者に仕立て上げて、せめてこの時間が間違いでなかったと言い訳して、それは既視感にまみれた光景だった。中学最後の大会、ロッカールームで流れてもない涙を拭い、心にもない言葉を吐いて、形だけ抱き合った綺麗な思い出。思い出すだけでヘドが出る。この世界では、キラキラした世界では、彼女たちの世界では、グッドルーザーしか存在を許されない。だからせめて私だけはああはならない。その程度の言葉で消費も消化もしたくない、されたくない。その他大勢で終わらせられてたまるか。昔してたの？アーカイブでルーキーステージのライブずっと見てた。なんでルーキーステージ？メインステージとか強いとこの見なよ。せっかく日本最高峰が揃ってるんだから。一応見てたよ、負けそうなとこのライブは。いやー、しくった。パソコン持ってくればよかった。一生スマホで書いてたから指つりそう。書いてたって何を？まあ、気づいたことメモみたいな。へえ。なんだよ。別に偉いじゃんってだけ。なんかいいよね、そういうの。おい、やめろ。優しい目で私を見るな。面白い女みたいな微笑み浮かべるな。キュンとしちゃうだろう。そんな顔してないから。っていうか、勉強するならやっぱ強いとこ見に行こうよ。ピーキーピーキーとかピキピキとか山手京子とか。それはもうただの山手京子単押しなんだよな。うん、まあ一応見るけど。でも逆に微妙なユニットの方が参考になるんだよな。参考？微妙なユニットが？そう、売れてる人らってそもそも人気も金も時間もあるから、余裕あるし、離れしてるし、完成度高すぎんだよね。うちらと違いすぎてパクれる要素がない。パクるって言い方悪いな。その点、クソ雑魚ユニットはめっちゃ参考になるよ。ダメなところばっかりだから。素人目に見てもこれはひどいって思うもんね。悪いのは性格だったね。いやでもほんと勉強になるんだって。反面教師的な。相手がクソ雑魚だと最初から舐めてかかれるから、荒探しめっちゃはかどるよ。マジおすすめ。エイミの視点は変わってる。うん、斜めから見てるっていうか、むしろもう斜め下から見てるよね。口も性格も悪いけど発想は悪くない。勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし。なんか伊達ちゃんが言うとそれっぽい。ああ、それそれ、私もそれが言いたかった。本当に？メモどんなこと書いたの？ちょっと聞かしてみ。いや、だから普通だって。例えばルーキーステージ2日目3組目、
生きった態度が感じ悪い、うちわ受けの MC が寒い、うちらお笑いもいけますけど的な喋りが鼻につく、キャパ150の小屋でやるようなトークをここでするな。 MC についてばっかりじゃん。っていうか小屋ってせめて箱って言いなよ。っていうか曲聞きなよ。聞いてるけど正直わかんねえって感じなんだよ。私音楽あんまりだし楽器も触ってきてないからさ。まあえいみちゃんは始めたばっかりだもんね。それでも理解できるところから勉強するのは普通に偉いよ。まあ確かに聞いてるうちに分かってくることも多いしね。うん、とりあえず今の私基準で見ると全員アホほどうまいってことだけは分かったよ。敵の強さが分かるようになったのは強くなった証じゃよ。出たな伊達ちゃん仙人、急に浪士ぶるじゃん。まあ音楽的な部分はおいおい勉強してく、当面はシーカたちに任せるから。了解。私ピキ最善で見るけどどうする？私もシーちゃんについてこうかな。エイミちゃんは？後方腕組み彼氏面で見てるわ。でついでに関係者席のリアクション観察しとく。そんなところ見てる人いないよ。やっぱりエイミの視点は面白い。私もエイミと一緒にいようかな。じゃ終わったら適当に集合で。うん、了解。もういい？行っていい？っていうかもう行くね。うん、しーちゃんちょっと待って。シーカめちゃめちゃやる気勢だな。シーカにしては徹夜で並ばなかっただけよく我慢した方ですね。いやまあその情熱には普通に引くが。エイミも負けてないよ。あ？いやいや、さすがにあれには。ああ、そうですけど。誰？と眉をひそめる私。そこをフォローするようにいた伊達ちゃん先輩がポショリとつぶやく。ルーキーステージの。あ、どうも、お疲れ様です。なるほど。え、普通にやだ。そんな関係じゃないし。友達どころか知り合いですらないんだよ。別に頑張ってほしいとも思ってないし。それに、そんな美談まがいの物語に参加したくない。自分の思いを託したふりして、自分の負けをごまかして、涙の意味をすり替えるような真似はしたくない。とは言えない雰囲気だった。有無を言わさず、差し出される T シャツとサインペン。断られるなんて考えもしていない無垢な笑み。そうですか。こんなのただの社交辞令、それっぽいこと書いとけばいい。別に本気である必要もないし、本音を書く必要もない。わかっているのに、私の手はペンに伸びてはくれない。私、書く？いや、私書くからいいよ。 T シャツの生地は伸ばしても引っ張っても書きづらくて、文字はガタガタ。震える手で頑張れなんて心にもない言葉を書く。少しでも早くこの時間を終わらせたくて、殴りがいた文字は勢いづいたおかげでそれっぽく見えて助かった。あ、いや、私たちは。ごめんね。この後ステージ見に行っちゃうから、いい場所で応援するつもり。ん？じゃあまた。ハピアラによろしく言ってくれると嬉しい。
伊達ちゃん先輩、ありがとうです。その、うまく断ってくれて。気にしなくていい。私も断りたかったから。それでも、ありがとうです。全然関係ないんですけど、私苦手だったんですよね。何が？千羽鶴とか、手作りのお守りとか。最後の大会の時作るじゃないですか、後輩が先輩に。そうなの？焙煎帰国子女だから知らないか。まあ、あるんです。2年生、普段は陰で先輩のことボロクソ言ってて、3年もそれ知ってるのに。お互い涙流して、頑張ってください、ありがとう、みたいな。そういう感動の一幕的なのを絶対やらないといけないノリが死ぬほど苦手で。まあノリノリでやるんですけど。エイミはそんな感じある。雑で横暴なくせにちゃんと空気読める子。褒めが微妙だな。まあ大体合ってるからいいんですけど。でも気づいちゃった、私空気読めるんじゃなくて空気に流されてるんだなって。陸上の長距離なんてやる前からある程度結果わかるんです。自分のタイムがこれくらいで優勝タイムがこれくらいって。自分も部員もみんな私が負けるって知ってるんです。なのに絶対勝つからとか絶対勝ってねとか言って、もちろん予選で落ちるんですけど、それで決勝行った人に思いを託して、てか託すポーズを取らされて。そういうのが嫌で中学までで陸上をやめたんでした。そう。それからしばらくぼーっとしていると、やがてメインステージの方から歓声が上がる。キラキラしたユニットのライブが始まったんだろう。胃を殴るような重低音とまぶたを焼くようなレーザービーム。どんなに顔を背けて目を閉じても、脳裏には彼女の姿が浮かび上がる。あの T シャツの中央に書かれた文字列、彼女たちのユニット名、それを囲むように私たちの名前とメッセージ。だから、多分、きっと、彼女がこの世界の主人公だ。もしも、もしもあの時、胸を張って断れたなら、同調圧力に屈しなければ、嘘の言葉を書かずに入れたなら、私たちの未来は、変わっていただろうか。本日予定のライブは無事終了。犬小屋は今日も盛況、満員御礼。最後のお客をやんわり追い出しにかかり、締め作業に入る。エイミちゃん、生だる在庫確認してもらっていい？残数4かな。ガスも微妙にヤバそうだけど、あとアクリルカップが2ケースしかない。ありがとう。すぐ発注しないと。でも今まで混んだことないから全然数が読めない。客層も結構ばらつきあるしね。ベル、モニターめっちゃ調子悪いんだけど、映ったり映んなかったりする。すぐに業者さん呼ばないと。ちょっと電話してくるね。うん、じゃあもう今日仕事終わりでいい？ありそうだけど、とりあえず大丈夫。はーい。エイミ、なんか飲み物ちょうだい。あいよ、いつものでいい？いつものとかないから、普通にお茶でいいし。なんだよ、ノリ悪いな。はい、お茶ね。ありがとう。
疲れた。ようやく探偵いじれる。いやー忙しかったもんね。まあ最近ずっとだけど。いやーありがたいよね。給料もちゃんと出るっぽいし。そうなんだけど、全然練習できてない。あーまあね、今までが暇すぎたって話もあるけど。ほんとそれ、暇すぎたから一生探偵いじってられたんだよね。まいいんじゃない、ライブの予定があるわけじゃないしさ。は？別にライブ関係なくない？ライブあってもなくても探偵はいじるし。そうか、シーカはそうだよね、変態だもんね。変態言うな。っていうか DJ なら普通のことだから、特にターンテーブリストは。エイミは？リリック。いやなかなかね、手つける時間があんまり。それにもう頑張る必要もないでしょ。それはそうだけど、エイミがそれ言ったら終わりじゃん。え？何？なんて？エイミが練習しなくなったらもっとヤバいってだけ。エイミが一番ヤバいのに普通にヤバいでしょ。おう、そうですね。別にライブなくても練習した方がいいと思うんだけど。まあ落ち着いたらだね。あのさ、それどういうつもりで言ってるの？何？なんで急にキレてんの？別にキレてないけど、エイミが意味わかんないから普通に聞いてるだけ。その言い方普通にキレてるじゃん。そういうのいいから。エイミがユニットやるって言い出したんでしょ？なのになんで急にやる気なくしてんの？マジで意味わかんないんだけど。別になくしてないから。ないでしょ。 D4 フェスが終わった時もそうだった。いきなり名前変えるとか言い出すし。でも最近は違ったじゃん。いろいろ考えてなんかやろうとして頑張ってた。結構いいじゃんって思ってたのに。ほんと最悪。状況が違うからやり方も変わるでしょ。普通に今忙しくてみんな時間取れないし、できることできないことあるし。時間作ろうとしてないだけでしょ。現状見ればわかるだろ。私だけじゃなくてみんな予定パンパンじゃん。って言って予定合わせることすらしてないし。それは。エイミさ、何のためにユニットやってんの？別に勝つためにやってるわけじゃないでしょ。まあユニットじゃなくても私は別に困んないけど、ターンテーブリストは一人で成立してるから。そうだね。だからさ、もうちょっと考えてくんない？別に考えてないわけじゃ。口の葉だけでそう言って、なのに言葉は続かない。そのうちシーカの視線が怖くなって私は目を伏せていた。沈黙が降りるとシーカの疲れたようなため息が嫌に大きく聞こえる。エイミ、シーカ、そこまで。伊達ちゃん先輩。忙しいのはいいこと。少なくとも犬小屋の閉鎖は免れた。ですよね。でもこれは一過性のものでしかない。これから先を考える必要がある。出る？ちょっと来れる？あ、はーい。先って、なんかあります？マピアラとかピキピキとかにまた声かけてイベントやるのが普通に正解でしょう。ねえ、ベル。イベント単体だけで考えれば。そうなんだけど。犬小屋としてはそれでいいけど、うちらのユニットどうすんのって話でしょ。ユニット、それはわかんないけど。わかんないって何？あのこの週末越せばちょっと余裕出ると思うの。そこでちゃんと話さない？私はそれでいいけど。あとは私がやるから、
エイミとシーカは上がっていいよ。帰る。お疲れ。お疲れ。正しい道は分かりきっているのに、遠回りする帰り道。古ぼけた街灯がじりじり音を立てて頼り投げに灯る。今にも消えそうな光は私の行き先を照らしてはくれない。キラキラした表通りから外れて暗い小道をさまよっていた。私は結局、主人公を引き立てるためのかませ犬で負け犬で、どうあがいたってキラキラした主人公にはなれない。私が頑張る意味も理由もきっかけも。